井上真一監督、2013年1月2日、井上真一は愛知県出身のバスケットボール指導者である。大川学園高等学校バスケットボール部監督。進歩中学、中村高校から早稲田大学に進みバスケットボール部に所属するも、いじめに近い仕事を受け、1ヶ月も経たずに退部。その後は同好会を作ってバスケットボールを続ける。 卒業後は医療機器メーカーに就職するも3ヶ月で退職1971年の8月に教員採用試験を受け翌9月から名古屋市の中学校教員になる当初は男子の指導をしていたこの間全日本教員バスケットボール選手権大会に出場し優勝している楠の中学校を経て森山中学校に移動 同校女子バスケットボール部で1980年より、全中8連覇のうち6連覇まで導いた。1986年、当時すでに全国大会で上位に進出していた名古屋、短期大学附属高校の監督にプロコーチとして就任。1年目でインターハイ初優勝となり、以来インターハイ24回、ウィンターカップ23回、国体21回の、 計68回の優勝を決めている。また、1988年から2001年までは、全日本ジュニアのヘッドコーチとして、国際大会でも指揮を取っていた。ありがとうございます。